と伊達の戦力差は歴然でございます。私が伊達政宗様にできることとは、弱い者は消える戦場の掟だ。かなう相手ではなかったか。討ち取ったり。さあ、かかってこい。伊達勢をお出森城に釘付けにせよ。さすれば最上は容易に伊達本陣を奪える。葵はやはりアシュラも出てきたか。計算通りよ。アシュラが伊達勢を城内に押しとどめている。その隙に伊達本陣を突くのだ。名前は開門。悪魚の違いよ。攻撃を狙ってまいりましょう。南の砦で周辺を警戒するのがよろしい。葵は様にはもうついていけ。わしらは今より最上につく。ハハハハ。覚悟の違いなんじゃと。バカめバカめ。わしに逆らうならば根絶やしじゃ。弱い者は消える戦場の掟だ。葵は聞かせていただこう。やるな、我らも続け。それで勝ったつもりか。政宗来い。わしが貴様に戦を教えてやろう。開門。誘ってるぜ。政宗が釣られなきゃ。戦を教えてやるだと。よう言うてくれたわ。その減らず口必ず塞いでくれよ。義明の首わし自ら取ってくる。小暮ながらお一人で脱出は軽率か。まったく世話の焼けるご主君でございます。ハハハハ。名前は政宗様、無謀でございます。悪魔の違いよ。僭越ながらあとは我らにお任せください。ここはわし一人で十分よ。勉強打ち取ったり。
佐竹、最上、芦名、全て打ち破った。わしこそ奥州の覇者、このまま天下へ。開門。奥州の輪を乱す伊達の山犬ども、上杉の気によって成敗してくれ。真田幸村、剣山、日頃のご恩に報いるため上杉に加勢いた。来たか上杉のおせっかいどもが。奥州は伊達のものじゃ、引っ込んでおれ。政宗様、おけがはございませんか。以後無謀な真似はお控えくださいませ。真田幸村、上杉の人質になられているとか。武勇に優れた若武者と聞いておりますが。麦の輩よ、直江兼次が相手だ。敵は倒す、俺が戦場の掟だ。群衆の申し子なり。別所、討ち取ったり。葵は別所、討ち取ったり。だがこうにしてくれるわ。覚悟の違いよ。バカめ、これに懲りたら二度と奥州に足を踏み入れるでないわ。奥州は制覇した、次は天下じゃ。次の政宗さんの相手は天下人秀吉。並の敵ではない。何か方策を考え。